上越の山々は雪が多い。日本でも有数の豪雪地帯とされている。一日1メートル以上も積もるようなことが珍しくない。その豪雪地帯を東京と新潟を結んで国道17号線が走っている。国道17号線における交通量は現在冬季を含めて1日3000台を超え、37年から41年にかけて6倍以上に膨れ上がっている。上越国道工事事務所管内、つまり群馬との県境から越後川口までの約82キロのうち、その3分の1は特に雪の多い山岳道路である。冬になると谷川、苗場、2つの山階に連なるこの辺りの山々は V 字型の谷間を望んで、しばしば手に負えないものになる。もともと雪の深いことがこの地方の著しい特徴でもあるが、今まで観測された例では最大の年間降雪量が17メートルを記録したこともある。しかもそれらの山々は雪崩を引き起こしやすい30度から50度の斜面を持っているものが多い。国道沿いに随所に雪崩が発生する。この豪雪地の冬季交通を確保し、無雪道路を計画するにあたって、除雪はもちろん極めて破壊力の大きい雪崩にどのように対処するかが大きな課題となってきた。しかし雪崩をはじめ雪害対策についての資料が非常に不足しているのが現状である。上越国道工事事務所は昭和36年道路を建設し維持するため、雪害対策の調査と研究を組織的に開始した。中でも雪崩対策はその主役であった。雪崩発生の気候と気象条件、地形、地質、植生などとの関連性を見出して経済的な防雪施設を作ることが目的とされた。館内に発生する雪崩はその大部分が前層雪崩、普通底雪崩と呼ばれるものである。春先の雪消えの頃に雪が溶けるにつれ頻繁に発生を見る。
山の斜面に積もった雪は地面と雪との間に生じた支持力によって支えられているが、この力よりも雪の滑る力の方が強くなった時、雪崩が起こる。この力のアンバランスは、雪の滑ろうとする力が強くなった時と逆に支持力そのものが衰えた時に現れる。それでそれからその上が C、 ザラメは大きいですか小さいですか？大きいな、今後だな。だいで幾分あれが入ってると、幾分 S が入ってる、S と、はい、その次それからね、S がね、はい、2メーター3、2メーター27。36年以来行われてきた観測に基づいて総合的なプランが進められ、おのおのの雪崩地域に対して適当と思われる防止工が施されてきた。平均斜度38度、常時底雪崩が発生する三俣地区に予防のための軍具井が設置された。雪は粘着力で幅の広い膜のようになってうねって杭に引っかかっていた。杭は斜面積雪のかなりの圧力に耐えなければならない。そのため横5メートル、縦7メートルの間隔で一群として使用された。斜面に単独に用いられた場合、50キロレールの杭が切断されたという記録さえもある。これらの杭は斜面に直角より約15度谷側に寝かせた方が力学的に良い結果が出ているので、ここでもそれに倣って建てた。しかし斜面の勾配は42度ぐらいまでが使用限界ではないかということが判明した。杭には圧根茎と呼ばれる3個の荷重茎が取り付けられていて、1本あたりの最大荷重が記録されている。今までの観測では1本あたり受け持った荷重は最大で約5トンを記録していた。雪の湿度が低く粘性の少ない、つまり表層雪崩の起きやすい日内地区では、トレンチシートを利用した雪崩予防柵が設置された。
これらの柵を観測した結果、両端に加わる力がかなり大きいこと、また柵の長さは高さの2倍以上必要とすることなどが分かった。いいですね。いつか。いつだよ、今度。20。雪崩斜面の雪質調査に並行して杭や柵にかかる雪の重量も測定された。この雪の重量を測定することから、新しく設計される杭や柵の貴重なデータがいくつか収集された。その次はどうなっていた？その次はどうなった？ちょっと見てよ。ザラメか一枚か言ってくんねえかな。ザラメ。これいいですね、感じ。この次行ってみましょう。今の感じにしてくださいね。165。165。うん。はい。170だな。70だ。うん。あ、いいです。OK。どこまで進んだかな。ここまで進んだんだな。しかし、単一の柵だけでは雪崩を防止することは困難で、柵群、あるいはそれに準ずる防止工を施さなければならない。雪が崩れ落ちることから雪崩が発生するということは従来からあまり重視されていなかった。ところが表層雪崩の 60% は雪庇が落ちて発生するものだと言われる。雪庇というのは山頂や尾根の風下斜面にできる巨大な雪の庇のことである。雪庇を作らせないようにして雪崩の発生を未然に防ごうという対策は前例が少なかった。38年度初めて雪庇発生予防のための柵を三俣地区に設置した。柵の材料は板、ソダ、ガードレール、金網などが用いられ、通風率は 50% ないし 20% とした。設置位置は地形、風向、風速、雪質などによって一様ではないが、雪を尾根と柵の中間に吹き溜めてしまおうとする方法が取られた。こうした雪庇の発生現象を吹雪の中で記録することは困難なので、煙の流れによって吹雪の流れ方を捕まえる実験を行った。
煙の流れは3メートル付近から乱流を起こし、気流のエネルギーは消失して切片の沈殿が始まっていることがわかる。そして煙は尾根から風下斜面に向かってなびき、雪庇の発生を防止している。板柵のようにその通風率を極端に小さくした柵では、風の強い吹雪の時には柵に沿った流れとなって柵の手前に雪を沈殿させ、その作用は他のどの柵よりも優れていた。これまで風の強い日打ち地区ではしばしば道路上に大きな雪の吹きだまりが見られた。ここでは雪庇予防柵の原理を利用して、道路内にできる吹きだまりを道路の手前に作ろうと試みた吹きだめ柵が設置された。柵の材料としては通風率の低い化学繊維を使用してみたところ、結果はほぼ成功したといえる。しかし柵はもう少し高い方が効果があるのではないかなどという点に未解決な問題が残されている。犬が0.7。違った、ごめんごめん。0.08だ。0.08、はい。その次が、これ聞こえてるんで。これは何だろう。それ両方足して。これこっちの。雪崩の発生しやすい地点、あるいは斜面、さまざまな防雪庫の観測、検討、そしてそのデータの整理の中から防雪工法のあれこれが論議された。0.82。一つもやっぱり 1.5 だ。明日行ってんのでね。1.5。これどうでもいいんだ。これが濡れてりゃ。だから明日掘るときはね、この感覚か。やっぱり1メーターぐらい掘ってやったのがいいな。1メーターだろ、これ。短い、短いけど。いやいや。10ウィット、大ウィット、椅子のウィット、小、十体のウィット。それで今度は。それが9センチ硬い、6センチ硬し。6センチの。硬い。はい。それから硬い。
道17号線の全面除雪が実施されている今日では、雪害から道路をいかにして守るか、その対策があらゆる面で要求されてくる。連日雪崩のパトロールを続ける一方、除雪さらには融雪についての調査が並行して行われていった。除雪機械、流雪溝、赤外線融雪、塩化物の路面散布、水温を利用した消雪パイプ、電熱利用のロードヒーティングなど、それぞれの実験と観測が繰り返された。冬季山間部のトンネル内部では、吹雪の吸い込みによって入り口から15メートルぐらいのところで路面が盛り上がって凍結しているという現象が見られる。積雪寒冷地においては、西高東低という気圧の差から、どうしても吹雪の吸い込みは避けられないものだとされている。こうして吸い込まれた雪は、機械でも除雪不可能なほどのアイス板を作る。国鉄などでは、列車通過の合間合間に吸い込みを防ぐため、トンネルの入り口に幕を垂らしていたという記録もあるが、道路ではとてもそのような対策を考えることは許されない。ここでは吹雪の吸い込み現象を調べて、その対策資料とするため、発煙筒を使っての実験が行われ、数多くの資料が得られた。吸い込まれていく煙が地面を這うようにして流れるときは、雪片の沈殿は起こらず、煙の舞い上がるとき、雪片は沈殿する。八木沢のトンネルでは、外が全く無風状態であるにもかかわらず、トンネル内を流れる気流の速さは平均毎秒 3.5 メートルを記録した。最大風速はトンネルの入り口から8ないし10メートル付近で、毎秒7メートルが記録された。15メートル付近ではその風速は弱まり、雪片の多大な沈殿が見られた。雪崩の危険のある場所と、その雪害の状況を知るためのデータ収集は、主としてパトロールによる方法によって進められてきたが、現在は航空写真やヘリコプターを利用して撮影した斜め写真による方法などが取られている。一般的な地形、地質、気象、雪崩の発生地点、範囲、その大きさ、発生頻度、その地点の雪崩発生を促す主要な条件など、36年以来集められてきたこれらのデータをもとにして雪害地図が作られた。28、その次が31、
またその雪害地図に基づいて雪崩の危険度が分類され、防雪工法や防雪施設の適切な組み合わせがいくつか考えられ、防雪計画は一つ一つ実現されていった。これが30線だね。で、30線だ。でなっているの で、ね、でこれが41年度には三俣地区の800メートルに及ぶスノーシェッドをはじめ、数々の防雪工が完成した。防雪、除雪、融雪に関する調査が繰り返して行われている間に、三俣地区にある人工雪崩実験地では準備が進められていた。それで、自然の雪崩が実際に起きてしまった時はね、各班でね、自然雪崩発生ということでね。実験前夜、予定された3月17日午後1時を期して実験の行われることが最終的に確認された。自然流れがあることもありますからね。あはあ、後に残って終わった後にですね。だからやれやれと思ってみんなカメラ行くと積雪 2.7メートル。実験の日の朝早く、爆破用の火薬が実験地山頂に運び上げられた。続いて準備の総仕上げとして、まだ雪の安定しているうちに火薬填充作業が始められた。鑑識で踏み固められた各段に400の穴が開けられ、その各々に200グラムから300グラム合計 112.5 キログラムのカーリット火薬が詰め込まれた。本部から右側が 2.4メーター、それから真ん中 1.7 メーター、左側が 1.8 メーター、だいたいそんな。この作業が続けられている間、一方では自然雪崩発生の恐れが十分あった。山頂と本部、緊張した作業が続いた。現在気温プラス5度、雪温プラスマイナス0。雪の状態は幾分表面が溶けてきています。それから風速が。この人工雪崩実験は、いわゆる動的荷重の試験で、雪崩の規模を把握し、雪崩防御施設の構造設計荷重を知ろうとするものである。試験体として実物大のスノーシェッド模型1、衝撃測定擁壁1、擁壁先端には V 字型鋼5、衝撃測定杭4、それに藁人形が用意された。スノーシェッドの各支点や擁壁には導火銃計が取り付けられ、観測小屋のストレンメーター、オシログラフなどに雪崩の導火銃、衝撃力、その他が記録されるように設置された。
平均斜度32度、車距離400メートル、速度標識のポールが斜面に並べられた。9、8、7、6、5、4、3、2、1、爆破。お、成功成功。はい、はい、人形のところに行きます。人形のところに。はい、スノーシート。はい、上辺ピー。倒れた。成功成功、大成功だ。雪崩は毎秒20メートルの速さで流れ落ちた。ありがとうございました。動かないで。それからね、まだ出てダメですよ。まだ斜面に出てダメですよ。あ、これで行って。はい、斜面も出てダメですよ。斜面さんも出てダメですよ。この雪崩は普通流れ型と呼ばれている。斜面における雪崩前の雪の平均密度は 0.35、 雪崩発生後における雪の平均密度は 0.67 となっていた。やがて雪崩の流下が完全に止まった時、さまざまな測定と同時に各種計器の掘り出し作業が始められた。計器の掘り出しは翌日になると雪が固まってしまい発掘困難となるので、遅くともこの日のうちに掘り出してしまわなければならなかった。デブリは擁壁のところでは1メートルの高さにまで上っていた。
擁壁の導火重径は1平方メートルあたり 8.25 トンを記録していた。衝撃測定杭の圧痕計では 0.1 平方メートルあたり 4.9 トン、擁壁の圧痕計では 0.1 平方メートルあたり 2.4 トンとそれぞれ記録された。擁壁が受けた振動は 1.05G、擁壁で飛び散った雪崩の揚力は1平方メートルあたり2トン以上。また雪崩の衝撃は面積効果について相当の相違があることなども記録された。これらの記録は擁壁やスノーシェッドの構造設計について、衝撃、振動、揚力などにさらに考慮を払う必要があることを教えていた。41年度の人工雪崩実験は無事終了した。36年以来続けてきた国道17号線の防雪計画のための調査は現在もまだ行われており、まだまだ完成されたというわけにはいかない。それにたまたまここに紹介された資料は40年41年に行った調査と研究の記録であるというに過ぎない。しかも一方、道路における防雪、除雪、融雪の問題は今日ますます重大化してきている。